えー、福岡ソフトバンクホークスゲーミングとして初めてのワールズいいかかがでしたかあいや正直、ちょっと見てくれてる皆さんに本当に申し訳ない試合をしてしまったなというのが正直なところす、ね、大丈夫ですね結構僕、試合とかで負けても申し訳ないって全く思わないんですけど、はい、まあちょっと今回はすごく申し訳なさは感じましたね。ちょっとこんなの本当に うーんちょっとこの大事な舞台で本当に仕上げなきゃいけない場面において全く本当にそういうパフォーマンスを見せれなかったなっていうのがちょっと、なるほど、まあ、もっとやれたんじゃないかっていうところが蛭子選手の中でもあると思うんですけれども、まあ、その悔しさっていうところがあるこのワールズどんなところがこのチームで考えたときに難しかったですか。うーんなんなか、まあ、結構 なんかちょっとすごい難しい喋るのが難しいんですけどまあ結構チームのななんだろうな状況とか雰囲気とかも結構やばくて多分まあそういうのもまあやっぱりそのワールズっていう舞台に行くっていうストレスとか重圧とか多分いろんなものとかも合わさってなんだろうな なんかちょっとチームとして成長できる環境になかったなというか、チームとしてうん全く進むどころか、なんだろうな、まあ本当にちょっと退化は言い過ぎですけど、まあ僕らだけちょっと一切進めなかったなというか前に、そういう感じがありますね、うん。なるほど。まあ本当ね、ちょっとそのまあ難しいところがねあったっていう。 チーム的にもこの雰囲気的にも難しいところがあったということなんですけれどもね、いやでも本当にこの今年、ワールズがねまずいけるのかっていうところからでしたから、そこを勝ち取ってくれたソフトバンコックス・ゲーミング、本当に我々からしてもあの感謝の言葉ありがとうございますというところがあるので、ぜひ胸を張ってねはい帰っていっていただければなと思うんですけれど、もじゃあ続いてあのリクルーさんの方からもインタビューがっえー行っていきますので、ちょっと帰りたいと思います。はい、はいいえー、と まずはあのー、この状況の中でインタビューう答えてくださってありがとうございます。エビ選手から見てやっぱりこのワールズ急にこうパッチのメタが大きく変わったなっていう印象僕個人としては受けたんですけどエビ選手から見てそして SHG としてちょっとおそういったメタの変化みたいなところは難しい部分あったんでしょうかうーんまあそうですね。まあ うーん、まあ、多分まあメタが変化するにあたって、まあ、きっとまたそのチームとして、またそのメタについて学習していかないといけなかったとは思うんですけど、まあ、それができる状況じゃなかったり、まあ、それについて全然うまくいかなかったりっていう感じでしたね、今年はなるほど。 最後に、ですね、えー、かなりこう遅くまで、えー、たくさんのファンの方々が日本から応援してくださっていたと思いますファンの方々に向けて一言いただければと思いますいそうですね、本当にまずはちょっと本当に申し訳なかったなっていうのがまず僕からの言葉として1つでまあ、なんだろうな、まあ、ちょっとポジティブな見方をすると、まあ、やっぱりそのこの舞台に立てたこと自体というか立てたからこそん今、 悔しががれるる権利があるというか、まあ、やっぱりそのこういうワールズとかそういう本当に何だろうな結構負荷の高い環境でやるっていう経験はまた一つ日本のチームができたっていうことはすごくまた僕にとっても LGA にとってもすごく大きいことなのかなとは思ってます、まあ、正直僕が初めてワールドで出た時とかも結構ね僕もっとボコボコだったと思うし正直 <laughs> いやだから まあだからそうですね、まあ、余計そう思うのかもしれないですけど、うん、うんまだ、なんだろうな、まあ、またこれを一つちょっとバネにしてこれがうん、まあ、この経験がうんまた活かせるようにちょっと頑張っていきたいしみんなも頑張ってほしいですねチームのみんなも。っていう感じです、本当に今日はありがとうございました皆さんマジでお疲れ様でした、よろしくお願いしまで。 あり,ありがとうございました。本当にねあの試合終わってすぐ、えー、間もない中インタビュー答えていただきありがとうございました。エビ選手へのインタビューでした。ありがとうございました。